と。うわぁ、びっくりした。何？神うんちでーす。こんにちは、ぽんです。ぽーちゃんです。ぽーちゃん、ぽーちゃんです。今日何すると思う？何もの。今日はね、トトからプレゼントが届きました。プレゼントかな？プレゼントかな？トトはね、今ね、半月ぐらい出張でいないんです。だからね、ポコちゃんがね、寂しくないようにプレゼントが届きました。ちょっと待って。え？待ってよ。トトよ。あ、ここで待ってて。待ってて。行くよ。せーの。がやっとってんな、うん、ブンブンハロー YouTube、 おこちゃんもこれやりたいよって言ってから、うん、トトが送ってくれました。おいしい。今日はじゃあ、うん、うんち焼きをします。最後まで見てね。ゴー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 。じゃあ早速開けていこう。はい、トト優しいね、トト、うん、あ、かわいい。はっかピンクや。ピンクは今日お、かわいい。説明書がある。あ、どうぞどうぞ。ここにね、かわいいうんちのマークがついてます。なんか、ここがスイッチだ。うん、ここがスイッチやねんて。電気入れたら光るから、ここが熱くなる。で、そこでうんちが焼けます。はい、サイズがね、ポーちゃんの顔と同じぐらいの大きさです。すごいコンパクトで、あんまり邪魔にはならへんと思う。まずはね、生地を作らないと。今から混ぜ混ぜタイム。いきますよ。最初はバンバン、ライテン、パイ。バーイ。ここでしょ。じゃあ今から、ホットケーキミックスで生地を作りまーす。うわー、コボちゃんはいいですよ。ママがやりますよ。おおおおお。できるの？人生で初めて卵割ったね、今。じゃあね、次はこれ、水でもいいし牛乳でもいいって書いてたんで豆乳にしました。我が家には牛乳がないのです。混ぜ混ぜタイム。じゃあ、食紅でーす。これでレインボーうんちを作っていきたいと思います。ここで、じゃあ生地をわけわけしていくで。よいしょ。じゃあ生地が分けられたので、今から色をつけていきます。青色の食紅をやっとゲットできました。ピカチュウの黄色やね。おお、新色の青。最後はね、混ぜてみようと思います。赤と青を足すと何色になると思う？あ、もううまく紫になるかな。父ちゃん見てほら、黄色。うわ気持ち悪い。グレーなってもうた。まあええか。まあええや。わあ、綺麗なピンクや。じゃーん。これ黒い。これ黒。気持ち悪い色になった。これ黒い。色付きの生地ができました。じゃあね、早速、焼いていくよ。はい。ここでしょ。ママが、準備に手間取って、早くやろうって泣き出しました。じゃあね、次、油をまず引いていきます。穴がね、12個開いてるんですよ。これをね、ここってね、かぶせんねんって。だから結局6個できるんやって。スイッチ、オン。と、あったかくなってきた。まず緑のうんちやります。なんかね、ヒカキンさんが言ってたよ。あんまり入れすぎたら、あかんでって。まずはちょっと少なめ。うわ、めっちゃなんかもはや膨らんできたよ。ジュージュー言ってる。え、これ大人2人いるで。もうやっと間にこれ、焦げますって、これ。いい感じちゃうか、ポポさん。でもこれ、最初のやつもめちゃめちゃ盛り上がってきた。これを、あ、こうよ。こうや。こうこうこう。そう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 。そうそうそう。上手。これさ、ちょっと失敗に予感やな。でも、皿に入れたら美味しいです。ありがとう。フォローしてくれてありがとうございます。もっと少なめにせなあかんかったわ。うわ
びっくりした、何あ、どうどうかしら、ポーズ正面横。じゃあ次はね、ピカチュウの黄色、緑。難しい、心が折れそうよ、ママ。だから焼いてる間にちょっと今作ったやつを食べてみたいと思います。何色がいい？じゃあ食べまーす、いただきまーす。うん、おいしい。音がこんな感じ、こんな感じ。周りサクサク、中もちもちやね、これ。おいしい？うん、おいしいね。うん、おいしい、おいしいね。どう？これうまくいったんじゃない？どうかしら、これうまくいったんじゃない？いい感じ。ここで。じゃあ次は、ちょっとおかず系。ソーセージとチーズを用意してみました。ソーセージ。ソーセージ。ソーセージとチーズ。ちょっとこのやっぱりグレーがえげつない色しとるな。あ、ほら。へいらっしゃい、へいらっしゃい。へいらっしゃい、へいらっしゃい。関西人のたこ焼きさばき舐めたらあかんで。おいしい。おいしい。ここで。じゃあ全部の生地を焼き終わりました。じゃじゃ。この中からね、一番なんかいい感じのうんちを選別していきたいと思います。もうこれはもうウォーキングデッドに出てくる。水に浸かったゾンビたちですね。お友達とか作るときはみんな手袋して作りましょう。こちらが神ラインのうんちたちです。どうですか？かわいいですよね。ちょっとこの子センターにいかがですか？入りはね、こういう正統派の美人とかイケメンなんですけども、結局そのグループを好きになったらこういうね、ちょっと何か癖のある子を好きになってしまうんですよね、アイドルは。感じのグループ編成でいかがでしょうか。この子たちに命を吹き込んでいきたいと思います。これどう？神うんちです。ファンのうんちのアイドルグループです。うん、ここで。こんな感じでうんち焼きを楽しみました。これをね、うまくできる方、ぜひコツを教えてください。これからも子供と行けるスポットや面白い列車に乗っていきますので、よかったらチャンネル登録、評価、コメントお待ちしています。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またねー。ここで。あすごい顔や。どう？あ、上手。ください。うんちパーティー楽しい。